皆さんこんにちは。本日は第12期麻雀グランプリマックス二次予選 C 卓の模様をお届けいたします。実況の中野妙子です。そして本日の解説は現方位佐々木久人プロが務めます。よろしくお願いします。お願いします。それでは対局場の準備ができているようです。第12期麻雀グランプリマックス二次予選 C 卓3回戦統杯の開始です。チャイニー猿川雅俊の合図によって3回戦がスタートしました。3回戦トンチャに藤崎、ナンチャに前田、シャーチャ石川、ペーチャ黒沢という並びです。なおルールは一発裏取りのない日本プロ麻雀連盟公式ルールによって行われます。トン1局ドラはシャー、さあ藤崎のハイパイチューンが統一、ドラのシャーが1枚。まずは9万から切っていった。前田もドラが1枚ですね。初がこいつ。お、チートイツイーシャンテンですかね。お、あ、本当ですね。チートイツのイーシャンテン。ハイパイで。石川は、メンツは、一メンツですね。三ピンがあんこ。さあ、久人さん、いよいよ折り返し3回戦。というところになり。黒沢さんが、はい、2連勝。ね、ちょっと抜けつつありますけど。現状ターゲットが前田さんになりそうですよね、はい、ポイント的にはまだそんなに開きはないですが、うんね、石川が前田まで約33ポイント、うん、まあ3回あれば全然、はい、あんまり大きな差ではないと思いますね、うん、となるとこのポイント差だとまだ皆さん普通にっていうか、うん、打っていくんですかね。まあ、当然藤崎さんと石川さんはへこみたくないですけどね、はい、少しずつでも詰めていければ、はい、まあ、浮きは確保しつつ、うん、まだ着順にはそこまでこだわらず、ね、うん、そうですね、あの着順操作的なことはせず、はい、まあ、自分が蘇転化するように打っていくでしょうから、はい、さあ上の藤崎中馬と1枚目は泣いていません。あ、天敗だ。さあ前田がチートイツドラ短期ですね。テンパイを入れた石川の手に今ちょっと一瞬危ないかなと思ったんですが、ドラなのでまだ大丈夫です。藤崎さんも浮いてるからね。浮いてますね。一手進んだら危ない。はい、親番の藤崎にもドラのシャーが1枚。あー出る。あ、出ない。出ない。おーすごい、4枚1枚入れか。石川、ここはドラ選択してもおかしくなかったところでしたよね。ということは、まあ、3万引いても2万振り点だから、はい、ドラ短期構想なんでしょうかね。6万打ったらもういよいよドラは出ないよね。そうですね。ああ、ドラはこれはもう切らない。まあ、だってあの、はい、26.5 マイナスしてるんで、はい、あ、自身の打点のためにもドラは使いたい。藤崎はどうしますか、ね、なると藤崎さんがやっぱ危ないですね。うん、親番ゆえにドラが打ち出される可能性もあります藤崎、うん、そしてそのドラですが山に残り1枚ですね。1枚は残っています。重なればいいけど藤崎さん、はい、前田さんはこのままでしょうね。変えないと思うんだよ、うん、リーチという選択はないんですね。いやー、まあ、なくはないんだけども、前田さん の、はい、あの打ち筋だと当然黙ってんで、はい、自身が浮いてますからね、はい、まあ、トーナメントですからもちろん大きく稼ぐ必要もないから、はい、さあ前田のつもぎりが続きます。あ ーすごい、山に残ったね。カーンウーマンか。これもなんかいい街に見える。2、4、はい、6、8、1と切ってますよ。5万どうですか。すごい、もう絶対ドラは切らないから重ねて石川がカンウーマンのリーチとなった。これは前田さん2枚あるけど、前田の欲しいドラが山からはなくなりました。うわ、2山ですね。これ選択は早かったですね。うんうん、前田どこまで行くか。降りると逆に危なくなっちゃうかもしれないですね。リャンマン馬は通りますけど、はい、その後ね、はい、さあウーマンが残り1枚になっています。うわー、詰まった。これはお見事ですよ。大きい、お見事。リーチ積もドラドラ
2,000-4,000の2,000-3,900のつま上がりとなりました。これは大きな上がりです。一回テンパイ取らずからですね、はい、絶対切らないからの、うん、確かにまあ4万と6万のシャンポンにそんなに価値はなくて、うん、ドラ浮いてる状態だったんで、ね、はい、あと洗濯、カンちゃんの洗濯、そうですね、もあったと思うんですけど、まあ、カウマンはちょっと視覚に入りそうな捨て合い状況だったんでね、自分が切ってはいからということで、さあ見事な選択でポイントが4着目だった石川が上がり、ね、前田の上番、これは何ですか、ドラはルマ数層入ったらリャンマのテンパイですか、インシャンテン半数層リャンマ、前田のハイパイがすごい、すごいね、すごい。さあ藤崎ドラを引き入れた、これ石川さんがこの半チャンストップ取ると、はい、本当面白くなってくるんですね。かなりこう詰まった展望、はい、ポイント状況になってきます。さあ黒沢は白が統一、ドラが1枚。前田。すぐリーチが飛んできてもおかしくない。嬉しい関連装引き、これは黒さんも戦えそうな手ですね。喜んで白ポンするんですよ普通は、普通の方は、はい、普通の方は、ただどうするのかね、前田さん差し込み見えてきました、黒さんはポンしないんでしょうね、残り3回か、さあ前田、石川もちょっと今回はお休みかなっていう手配になっています、うん、泣きませんでした、うん、泣きませんね、こんなの泣いてたらあんな3000、6000上がれないですね、うんうんうん、前田さんまたさらに手が立ちになりました、はい、広くなってきた、小さな受けもできました、はい、酸素とローソンの受けもあります。さあ黒沢もいいシャンテン、前田黒沢がぶつかるか、うん、黒沢さんスチーソー引けると、特にスーソー引けるとピンク三色のいいシャンテンになりますよね、シゴロの三色、シゴロの三色が見えるで、ハクハクですね、はい、もうどうせハクは泣かないですからね、ここからは、泣くイメージがないですね、ドラカさんになった時だけ一回シーソー切って、はい、白ポンありますけどね、うん、さあリャンピンです、いいペーコー、いいペーコーが完成、チートイツも見えてきたけど、はい、まあメンタンピンペーコーにしたい、うん、あこれはリーチでしょうか、スッチーピン、さあ黒沢の先制リーチ、スッチーピンです、前田さんもこれは引きたくないですよね、引きたくない手ですね、手形違い良すぎるよ、すごかったんです、黒沢はリーチドライチの手です、2600の手、上がりは2600、 CP1 枚と数ピンが2枚か、2枚ですね、数ピンなくなりました、チーピンがなくなった、数ピン2枚、白は1枚切れ、お前さんももういきますね、はい、チートイツだけちょっとなってほしくないな、そうですね、うん、どうせこう勝負するなら両面で上がりやすくいきたい、藤崎さんもいい感じになってきた、前田なかなかテンパイが入りません、リャンマンが3枚飛んでますけど、リャンマン1枚と、はい、ウーマンも2枚残ってますね、リャンマンはスチソーが、ね、スチソーちょっと弱くなってきた、あリャンマン、これが最後のリャンマン、ドラが2枚、あ、やめた、さっと、これはこれはスチーソーが今3枚飛んで、はいはい、で自身がサブロソは4枚持ってるじゃないですか、はい、もう勝負するに値しないというところだったんですね、それにしてもさっと早かったですね、うんうん、さあ藤崎さんにあんま行きましたよ、おつもりスナックインシャンテン、スナックタンケルインシャンテン、勝負ドラの残ってますもんね、藤崎あれペーペー1枚切れてますから、1枚切れている、あドラはも
1枚しか残ってないから、はい、ペイが山に残っていない。あ、来た。ああ、これはドラ勝負だ。ドラは勝負。何はどうですか。あれドラ切るな。ドラを切って藤崎が追っかけリーチ。石川さんが何ペイ1枚ずつ持ってます。つまり数あんこ何はあります、ね、山には1枚ある。山に1枚ある。いや、来たな。ついに来ました。これでも、まあ、じゃあ、はい、大丈夫ですかね。決めるか。決めます。さあ、黒沢がスッチーピンですが、藤崎がつもり数アンコのでリーチ、追っかけリーチしてます。これはちょっとだってちょっとドキドキ。ドラ切りだから怖いですよ、あのリーチね。藤崎さんがドラ切ってきて追っかけてきたって、うん、絶対高いね。何って、もう高いことだけは分かっている、うんうんうん、ドラ。さあ、藤崎積もったら数アンコ、これ数アンコ上がったらもう一気にいきますね。そしてまだ何もあるんです、まあ、ペイはありませんが、うん、前田さんもチートついちゃって、はい、どうだどうだ。スーピンがあと1枚になりました。スチピンはスーピンは残り1枚です。1枚対決ですね。1枚対決、1枚対決、どうだ。一品まだ残ってます。1枚聞けるか。うーん、今がこう藤崎もガクッとうなだれましたね。引けなかった。手開かれて怖くなる、はい、さあ2人の待ち合い1枚ずつは残ってたんですが、ワンパイでした。2人転敗で入局となりました。おっとね、まあそうですよねって、藤崎が来るっていうことはそうなんですねって思うところでしょうか。しかし前田さんもよくやめますね、ああいうので ね、 ですね。すごい期待手なんだけど、まあただ、はい、自身の上がりを考えた時にね、うん、冷静ですね。すごく冷静だと思います、はい、さあトーン3曲になります。京卓のリーチ棒が2本、うん、本場、この2本はかなり大きいですね。高風のなんこだけど、まあ、手形ちまずまずですね。ドラを吐く。藤崎、ドラが1枚。前田もまずまずですか。老僧から切って、まあ、ピンフか、はい、まあ、トーンがまだ厄介ですからね、はい、軽く上がりに行きたいところでしょうか。う、三曲です。前田はやはり方位決定戦見ていても、うん、当たり牌切らないっていうか、もう本当に硬くて、そのやめられるのが、ね、我慢強さ、ね、すごい、ね、本当に我慢強さ。岩って言われてるんだね。岩って言われるゆえもわかるよ、確かに。本当に岩男。岩男。岩男。ね、岩男だよ、ね。本当にすごいと、感動的でした。まあ、連覇ということになりました、うん、戦ってみてどうでしたか、その前田黒沢。まあどうですかね、古川さんにやっぱ封じ込められた感じなんじゃないですかね。どっちかというと僕っていうのはどうなんだかよく分かんないけど、はい、古川さんも結構ファインプレーありましたからね。すごかったですね。前田さんの官老層がドラが老層だったんだけど、老層打たないで、はい、その曲僕は上がったりしたんですけど、あとは黒沢さんが二役本日の仕掛けしたやつなんだけど、はいはい、古川さんがつもりすなんこのイシャンテになって、うん、で役配を打たずに、はい、で僕免品高め1つ、あ、3色か、免品3色のリーチ打ったら黒沢さんからローピンで直撃できたって曲があったんだけど、まあいろいろありましたよね、振り返るとね、はい、でもこう圧倒的な強さでしたね。まあそうですね。さあ、イーシャンテン、ヤムピンウッパーソー、前田がイーシャンテンです。第一でローソー切り。お、石川もこれでイーシャンテン、ペンチーピンとウッパーワン。さあ、藤崎さんはドラを打つか、はい、ドラを打ったらくっつきのイーシャンテンです。ドラ、さあ、ここでドラを切っていった。
さあ藤崎からドラが出ました。ちょっとでも曲がったから、はい、まだテンパってなさそうではあるけれど、はい、さあ黒沢イーシャンテン、ここはドラを切らずに、うん、ピンフですよね、はい、役割。さあこれしごろの一手代わり、ここにはしなかった、しなかったですね。さあ藤崎がリャンソーとローピンのシャンポンで役なしのテンパイを入れました。まあ、選択はあったんですけどね、カンチャンに一旦取るかと、まあ、イーソー3層引きで一気通貫変化と、はい、まあ、ローソーでタンヤを、はい、あ、これはすごいですね。うー、素晴らしい。そしてヤニテンですか。あ、リャンソーテンパスタでもね、そうだ、黒沢がリャンソー持ちでテンパイ入れてました。うん、ピンフ線は1300上がり、強卓一号2番は黒沢に入れて、いやでも先ほどの藤崎、うん、面白いですね。使えると思ったと思ったんですが、今上に行ったんですね。ピンフリアムソーでテンパイ入れてました。さあトーン4曲上がった黒沢の親番です。ドラはまた吐く、また吐くですね。先輩はどうでしょう。うん、マンズが多い形、マンズが多い形ですか、どうしましょう。ヤンソーですか。はい、ヤンソーから、まあこれもまだ一緒にクグに行くかもしれないですよ。うん、黒沢ですからね、はい。さあそして前田はメンツはありません。石川はシャーが統一、形は悪くない。石川さんは是が非でもトップ取りたいので、はい、取りたいですね。ポイント的にもこの3回戦はなんとかトップを取っていきたい。現状トップ目は石川です。そして2着目につけているのは2連勝をしている黒沢。ドラそうね、ドラ引いたことで本質に行きやすくなったんじゃないですか、はい、できるだけ最後まで切らないような選択肢になるじゃないですか、本質に行けば、はい、重なりも待てるし、これもう、はい。さあ今日何回目ですかね、うん、メンツとか両面ターツを落としていく黒沢、うん、本一チャレンジ、本一チャレンジ、うん、まあいいと思いますよね、うん、うわ来てるぞ、最高、ヤンシャンテン、イーペーコーの形が完成しています。チリトイツの、うん、まあでもペンサンマンとかから泣きたいですけどね、泣きたいですね、泣きたいけど、まあ多分泣かないな。うん、まあ、この上腕だってね、はい、泣いておかしくないですけど、ちょっと9万ポンとかはないですかね、ないか、ペン3万ぐらいですかね。9万ポンも なくはないんだけどね、はい、おそらく泣かなそうです。う、3万引いてからだと泣きやすいですけどね、うん、とにかく3万を泣きたいですね。ペン3万チーはしたいですよ。したいですね。ペン3万は石川から、石川が持ってきたら、いやでも石川の手があんまり、まあ、でも一色だもんね。でもこれでありますね。レオンチーとついちゃんだ、はい。さあ石川がピンズ、黒沢がマンズを集めています。こういう曲が面白いんだよね、はい、別の色同士のぶつかりで。さあ進んでほしい。前田は、あ、ドラ、これは一旦2人とも1枚ずつ持つ形。さあ2人が色を集めている間に前田藤崎はどうですかね、まあ、ちょっと時間かかりそうですね、まだ、まあ、3万、これも来たいぞ、Cだ、泣きました。さすがに3万待ち。そしてトーンを切っていきます。イーシャンテン、いやでもこれチーされた後にマンズ、次のマンズ石川どうするか、自分がイーシャンテンだからね、はい、テンパイ入っちゃえば押すと思いますけど、黒沢が泣いてます。親の黒沢が下茶でペン3万をチー、怖いですね、まだ、うん、お、前田もちょっとピンズは切りづらいですもんね、下茶の石川に対して。どうですかね、まだわからないですか、まあ、
そうですね、白がどうなるかなんだね。これ白どうなんですかね。白切った方がいいの。あれ普通のイーシャンテンだ、はい、マンズも打てないから。さあ前のもイーシャンテン2万ぐらい行きますか。行きますか。下茶ではない黒沢は対面3品の選択泣かない。ちょっと3品は泣きそうです。泣きはないでしょ、石川さんは。さあ、まあ、石川ウッパーワンだ。ウッパーワン待ちで黒沢が鎮逸の。ああ、ドラ合わせられる。おお。数万、関数万待ち。さあ、藤崎が関数万で一気通貫のテンパイを入れました。石川ちょっと引きましたか、うん、ペイを持ってきたときに。そして関数万が、あ、危ない。これはもうさすがに打たないね。まず打たないもんね。はい、藤崎を2万を持ってきてテンパイを崩した。2目になったけどね。うん、まあさすがにドラ打たれたら、はい、薬杯も全部飛んでるし。鎮逸ですかって。そうですね、もうほ鎮逸ですね、ほとんどね。自敗も全部飛んでるんじゃないですかこれ、はい、結構となると打てないですね。ナイス。藤崎はテンパイを崩す。そして石川もテンパイはせず8万だけだね。ウッパーマン、うわすごい鎮逸。ヒュー、ソースが藤崎のところにいっぱいですね。8万はまだあるんだな。まさか2山2枚ですか。5万ないですけどね。場に1枚切れてる。2山ですね。2山、黒沢さん、あそこに2枚入ってるんですね。鎮逸決めたら3連勝見えてくるんじゃないですか。見えてきますね。まだ残ってます。そうだった。いやちょっとまた黒沢の上がりがあるのかなと思ったんですけど、今回は流局となりました。親の黒沢一人天敗の流局です。いやでも開かれても嫌ですね。またそんな高いやつ。そうですね、まあそうですいいですよね。まあ大体鎮逸になってますねさあ絶好調黒沢の親番が続く今夜4局一本番になります。それにしても黒沢乗ってますよね。伸び伸びやってますね。伸び伸び伸び、こう自分の狙ったところががっつりハマっている、うん、ドラドラだ。やっぱ相手が結構対応させられてるから、うん、黒沢さんペースと言っていいんじゃないですか。そうですね、ドラドラいい大会。タイヤで仕掛けたいけどそういうタイプじゃないんで、はい、仕掛けないのにこううまくいってやってるところがすごいですね、うん、だからまあゆったり構えてますからね。この打点ありますよね、うん、ありますね。普通は5800でいいやと思うところ、はい、4000を6000オールになるんで、うん、これがあと他の3社もこう皆さんが仕掛けがそんなに多くっていうわけではなく、うん、じっくり打点作っていくんで。そうね、古川さん入ってないですからね古川さん、はい、誰かが上がった時は結構大きいみたいなパターンがありますね。そしてとってもつも上がりが多いですね今日本当に。さあ石川はウーピンがあんこ、ドラが1枚あります。藤崎はちゃんたですか。純ちゃんとかちゃんた、前田はピンフ系ですかね。古川さんですけど、古川さんはもう、はい、ほとんど全局のように参加してきてまあ、はい、人の急所バン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 引っ込めていくからね。そうですね、もうすごいですよ。でも自信が上がってね、はい、もうただスタートの時に初めて何局連続泣いてないんじゃないかみたいな、ね、最終日ですか。最終日、最終日なぜか
泣いてないみたいなことが話題になってますね。天才は結構離れちゃったからね。そういうことですね。大きく、でも仕掛けもありますけど、普通にっていうか面前でリーチも打点ありますよね。ありますあります。お、仕掛けた。クロサーが仕掛けた。ヤンソー2枚目ですね。さすがに、2枚目はしょうがない、はい。さあ、ドラドラのクロサワ、親のクロサワがヤンソーをポンしていきました。ちょっと他に形が整ってる人がいない。ああ、いいじゃんってじゃないですか、上崎さん。いけそうだよ。藤崎がいけますか。あ、石川も嬉しいですね。ドラにくっついた数番。どうだ。藤崎、いいシャンテン。9話は親の現物だし、はい、まあ、7、8、9の3色の種なんで、残ってますね。残してますね。9ピンが欲しい。今ちょうど2枚切られたところ、はい、これ両面両面のいいシャンテンです、はい、さあ黒沢いいシャンテン。ビャンパーピン入ればこれは目いっぱい。目いっぱいですね、はい、もちろん。あ、ポンか。数ピン切らない切りませんでしたね。余ったからね、テンパいてもおかしくないというところでしたね、これは手からペイが出てきたのでっていうことですか。テンパイもう濃厚じゃないかと、はい、安全パイですからね、ペイは。一巡先に9ピンが来てくれてたら。ただまだね、数ピンポンが入ってたから。はい、あ、そうですね。いや、順番が逆が良かったですね。順番逆にしてほしい。9ピンが来てますが、まあ、藤崎いいシャンテンではあります。さあ石川官労層を引き入れた。いいシャンテンか、これなら7万。お、2万。2万ですか。もう安全度で3番が3枚飛んでる、はい、これはまあ黒沢のテンパイが濃厚。そうですね、まあ、自身が浮いてるしね、はい、うわ、ちょっと痛いな。7番から打てるとサブローは、ただ2ピンがチーされましたけど、サブローが薄いのかな、結構ね。しょうがないですね、これは、まあ、黒沢ブランドもありますからね、ただの単用だけで仕掛けないでしょって思われそうです。親ですがしっかり単用ドラドラのテンパイシャンテン。石川ローピンだ。わ、テンパイが入った換算ピン待ち、ね、いや回ってリャンピンガードし、これはいい打ちすぎちゃったじゃないですか、はい、うん、リャンピン打ちづらいからね。3ピンだったぞ。3ピン、これはいいステーだね。石川の上がりとなりました。単葉ドライチ2600は2900の上がり、いや素晴らしい上がりになりましたね。水崎さんもテンパイ入って、まあ、石川さんは最終手だしローピンだけど、はい、リャンピン40目に切ってあったんですよね。だから換算ピンっていうのは結構近くに入りますね。なんか今感触あったんじゃないの、すごく。そうですね、石川さん的に対応しながらしっかり上がりまで、はい、黒沢さんのキーハイですね。リャンパーピン泣きたかったとこしたら、はい、さあ何1曲になります。藤崎のヤバンドラはローピン、お、タクがトイチ、トンもトイチです。ドラのローピンが1枚ある。トイツ、メンツの配置ですか。そして前田はメンツはありません。トンの1枚目を藤崎がポン。できるだけ捨て牌はおとなしめに。石川さんもいい感じよ。いい感じですね。
ただソースが両面になったら、うん、嬉しくない、はい、嬉しくないけど採用するしかないね。まずは前が嬉しい感動ピン引き、うん、石川さんも伸び次第によっては、はい、煮刺しの3色とかがありそうです。うん、さあ藤崎現状4着目ですね。ちょっとポイントトータルポイントも的にもここは浮きにならないとちょっと離れてしまいますか。このまま終了した場合ですね、藤崎がマイナス 35.6 ポイント、そして石川がマイナス 10.2 ポイント、前田がマイナス 1.9 ポイント、黒沢がプラス 47.7 ポイントという現状は、はい、ポイント状況になっています。石川さんいいシャンテン、いいシャンテン、さあ黒沢もいいシャンテン、まあ親がトンポンしてますから、はい、石川さんもポンテン C テン入れてもおかしくない、はい、うーん、あ、ヤウマ闇点、ね、刺し子に刺し、あ、に刺し、ね、いいシャンテン、手代わりです、手代わりがあるので、はい、さあ石川がリャンウワンのタンヤをですね、今テンパ入れてます。一手代わり三色などが見える、そうですね、リャンソウ引きかウーピン引きです、はい、リャンソウかウーピンが欲しい。さあ黒沢もいいシャンテン、そして藤崎の手がなかなか進まないですね。白もまだ山に2枚あります。前田さんは浮き気味かな。前田ですか、うん、山は結構残ってますね。うん、二差しが見えてきたぞ。石川はこれ、まあ、最後まで闇手なんですかね。まあそうですね、自身でドラマ持っていません。うん、リャーマ残ってますね。4山ですか、これ。4山。5万が3と、はい、2万が1。4万は1枚。さあ、藤崎もリャーマンが欲しい手配になった。前田は俺の現物、石川さんだけど、はい、まあ、3人の現物ですね。うん、7万。なんはションパイ、はい、親の藤崎さんがトーンを一泣きしています。うん、あ、切っていきました。ちょっと嫌なところではありますよね。合わせた。これは打っちゃうでしょうか。そうですね、ウーマンが放たれ、ね、石川の上がりとなりました。タンヤを1300の上がりです。さあ石川が連続で上がりを見せています。どうですか、いい感じですね石川。そして前田の矢番になります。難2曲岩男岩男でよかったですよね。岩尾だ、岩尾どっちかなと思ったんですけど、これはいい、ね、らしくマイク言ってるけど言ってましたよね。何がドイツ、言ってたけどドライピン、お、何がドイツ、ソースで一メンツあります。まずまずといったところですか。まあ、にへこんでますからね、はい、やっぱり親なんで、はい、何は一泣きしていくんじゃないですかね。藤崎のもとに何が一枚、石川は E ピンが統一、3ピン、あ、統一が4組になりました。チートイツ本線か、岩柱、なるほど、岩柱です。あ、来た、いいシャンテンだ。うわー、おとなしくやってますね。シャア2枚切れか、はい、シャアが2枚切れだし、まあこれはちょっとチートイツには、まあ序盤の捨て合いね、はい、工夫するの大事ですよね。チートイツっぽくない捨て合いですよね。
急走ちょっと痛いか。さあ石川が大物でイーシャンテンナンを前田がポンしていきました。2枚目でしたね。おお、同時に抜き。あ、はい。おお、テンパイだ。テンパイ入った。ペータンキ。うん、一枚入れ。いや、いいんじゃないですか。めちゃめちゃいいですね。チートに見えない、全く。見えないし、一枚切れてるペータンキで。ニヤマ。ニヤマ。これちょっと止まる人いるのかな。安全パイもないですよね、今。止まらなそう。スーソーまっすぐで行くしかないか。まっすぐ行くしかないでしょうね、これは。行きますか。何もないですからね。前田さん、ペン3ピンとペンチーピンでしょ。チーピン山なし、3ピン1枚しかない。これはドラの重なりもない。前田さん大ピンチですね、これ。前田は大ピンチ。まっすぐ5万。まっすぐ行きました。いや、かなりきついですよね。さあ、ペーは残り山2枚。ペー、前田の猛獣となってしまった。石川の上がりです。リーチ、チートイツ、ドラドラ、8000の上がり、大きな上がりが出ました。3回戦目で、はい、次に来たね、石川さんが。ここまでじっくりゆっくり、ちょっと控えめって言ったらあれですけど、構えてた石川がこの3回戦に大きな上がりを決めてます。連続で当たってます。なん3局石川の親番ドラバシャー。ドラのシャーが1枚、インナンがアンコ、マンズが多い形。そして黒沢はハクがトイチです。ドラのシャーが1枚。藤崎はドラのシャー1枚持ってますね。ピンフ系の手配。前は1、2、3とかですか。そうですね、17,500持ち。残り2局。前田が4着目になってますね。ポイントもかなり変わって、このまま割ると石川が2番手につけるという形になってます。満貫と5200で一応浮きにはなりますけどね、前田さんは。藤崎も、まあ、最悪3着では割りたいですかね。まあ、トータルラス目だった石川さんがトップ目なんで、はいはい、まあ、黒沢さんも今浮いてますよね。となると、まあ、3人で残り1席を争うような形になるかな。お、シャー重なりが大きいですよ。大きい、シャー、これ嬉しい。シャーチャでシャーが重なりました。ただシャーは山にはありません。出なそうだもんね、なかなか。そうですね。まあ、親の石川もちょっとシャーはまだ出なそうですね。テンパイしてどうかっていうところか。あ、ハクはあんこにした。まあ、ただシャーは最後の方になりそうだから。黒沢もテンパイとなれば打ち出される可能性もありますね。ありますね。3万引きでまた少しシャアが出る可能性が出てきた。上がりました。ただあ、チーピンだ、これは大きいぞ。面前で、嬉しい、ね、面前でいける。さあ、藤崎、ドラドラの藤崎がいいシャンテンとなってます。これなら全然リーチで、そうですね。天杯、お、初ポンした。ということは初のポン、シャーポン点がかかりそうだ。石川、これシャー切る天杯なら切りますか。あの黒沢みたいに数ピン3ピン切りとかあるのかな。さあ、6球走でリーチです。藤崎が先制リーチ。今石川さんのポンでローソー引くのぐらい だけどね。はい、はい、さあ、岩もいいシャンテンです。岩もいいシャンテンです。リャンソー引きたいです。前田さんですね。前田リャンソーを引きたい。藤崎もここで上がりたい。
藤崎が浮きに回ったらまたもうポイントが全然詰まりますからね。ロキュースは前田さんが1枚持ってるだけか、はい、酸素現物9層が1枚と9層が3枚4山ここは上がりたい。2層行くでしょ。酸素のワンチャンス行きましたね。ヤンソー前田さん欲しい。ヤンソーは石川の元に。黒沢さんもチートついちゃってんだ。お、積もったぞ。積もった。藤崎急走のつながりです。リーチつもドラドラ23900は23900ですね。はい、23900つも上がりでした。これは大きな藤崎つも上がりでまたポイントが近づいてきたんじゃないでしょうか。南4局黒沢の親番です。本日2連勝を決めています。最後に大きな上がりをするのがすごく目立つんですけど、黒沢は今回はそんなに浮きが大きくないけど、はい、でも浮いていると、またちゃんただよ。3500点欲しい。またちゃんたになるか。ドラは小さい。お、前田さんもかなり小さい。いいですね。でも打点が見えないか。としてはどうですかね、このポイント。藤崎に浮かれてしまうと一人沈みになってしまうんで、まあこのまま終わらせますか。打点が見込めないですからね、はい、そして石川、今回黒沢にまくられるわけにはいかないですね。このままトップで終わりたいところですよね。藤崎さんはチート5日か、はい、魔法5日か、これいいペーポーの形ができて3ピン引けば役ができますね。うん、パーピン切り。黒沢がいいシャンテン。まあポンテン入れたいけどな。ポンテン入れますよね。入れたいですよ。はい、ただ黒沢のことなんで。いやさすがに白のポン点は取るんじゃないですか。1500しか置いてない。あ、リーチだねこれ。あ、これでリーチとリーチ行くでしょう。なりそうです。さあ親の黒沢から先制リーチ。白と三層のシャンポン。白は山に残り2枚、三層も1枚。三層は捨て牌に1枚ありますね。あ、捨て牌に1枚、三層はない。まあ高い白が残ってますね。9600から引けば4000おる。はい、しかしもう9600上がったら、はい、まあもうトップそうですね、ほぼ安泰と言っていいんじゃないですかね。さすがに残り2000とはいえ、まあ大きなやつを打たなければね、はい、あとは、はい、まあ、どういうゲームメイクしていくか分かんないけど、はい、その仕掛けに対してなんか向きになっていくようなプレーさえしなければなんとかなりそうですね。高そうな仕掛けに向かい、はいはい、今日結構勝負はしてますもんね。そうですね、藤崎さんの本一に向かって結構、ね、はい、切り込んでてる時あるんですけど。あ、白来た。白が1枚減った前田の元に。まあただ戦えそうな人がいないので、はい、一人転敗になるといいですよ、うん。一人転敗もしくは積もるか、うん、あ、前田も打点がないのでこの白は勝負できないか、うん、まあ現物はありますけどね、うん、藤崎はあと少しで浮きなんですけど今回はあといっぱい入った。いや入ったら危ないか。浮いちゃった。さあ、天牌を入れた前田が白を切り、これが黒沢の上がりとなった。リーチ、白、ドラ、9600の上がり。黒沢がまた大きく進めてきました。前田がこれでちょっと苦しい。残り6000点ぐらいになっちゃったね、はい、前田さん。
でまた黒沢の小屋番が続きます。またトップに来るのか。黒沢さんが低いプラスだね、54.0 ポイント54。ただ、石川さんがまだマイナス 4.8 ですからね、あの藤崎前だと20ぐらいしかないので、そこはまだまだ分からないですね、はい、残り2回なんでね、はい、もう多分そっちに意識してるね、意識はいってると思いますよ、3社は2着争い、これぐらいの差がついたら、もう黒沢は放っておこうというか、はいはい、1人抜けましたと、はいはい、ドラさん、ドラさんそんなことを言ってる間に石川がドラのイーマンガアンコ、藤崎も形悪くないですね。1000点上がればいいんだよね、はい、1000点上がれば藤崎は浮きになるとなると、前田がまた一人沈みになると苦しくなってしまう。前田はチートイツですか。前田も上がりたいところ。さきさんもあと1手進めば単位青で仕掛けも出てきますね、はい、うん、石川も少しでも加点したい、うん、手伸びてるね黒沢さん、うん、また来そうですね黒沢、ちょっとどこまでも来るでしょうね。そうなんだよね、どこまでも来るんですよ、うん、あこれで役が見えてきましたよ、はい、もう点数叩けるだけ叩こうっていう感じですかね、黒沢、うんうん、としては。さあ前田いいじゃんって、ペンチピンとサブロピン、はい、スーピン、パーワン、おチーピン1枚入れ、チーピンはパニー、うん、1枚飛んでましたね、はい、ペンチピン払いましたよ。うん、藤崎さんも、あすごく広くなった、広くなった、いいシャンテンです。ちゃんとが欲しい形、うん、そして石川、石川さんも数アンコあるかもしれない、数アンコ、なるほど、そうですね、うん、ウーソーイーピンありますね、3層払った、イースーソー、イーソーが3枚飛んだ、藤崎さんは藤崎、あ、うん、でまあ、スーピン引ければヤンパーピンだし、はいはい、さあ石川さんもいいシャンテンですね、いいさあここでドラ切ったぞ、黒沢さんもいいシャンテン、小さな自分で切ってるけどね、はい、さあ前田さんもピンフのいいシャンテン、イーマンがただないですね、あドラのイーマンです、しましょう。石川さんに5万、8万が現物だから、はいはい、先に5万外すかどうかですね、うん、あとはマンズ伸ばすかどうか、チーピンが2枚切れか、はい、2枚切れです、あローピンという選択、うん、これはピンズは払っていく可能性が高いってことですか、まあそうですね、はいはい、さあ藤崎ウーソー引き入れ、ウーピンを切っていきました、うん、まあ、ポンもできる形ですね、まあ、肩上がりですが、肩上がりだからね、さあうまくいったかな、これでピンフ、ここでまたローピンか、ローピン切っていく、はい、ああ、うん、しょうがないですね、これは、いいスーピンかリーチ行きましたね、さあ一数ピン待ちで石川がリーチ、ドラさんのリーチです、リーチドラさん、まあ、ドラさんだからね、怖いもんないですね、はい、親もイーマン切ってるし、はい、何か補充しても沈むことはないですもんね、うん、そしてその一数ピンですが、数ピンが手に2枚持たれている、場に1枚切れている、数ピンが1枚と E ピンが2枚、3山、このリーチを受けて前田は、まあこの局面でリーチ来るんだから、はい、ああ一発ですね、まあ一発ないけど、一発はないですが、つま上がりました、はい、リーチつもドラさん、うん、2004000は2100、4100のつま上がりとなりました、そうそう、役なしのリーチがね、はい、すごく多いんだけど、まあドラがね何枚あるかで、はい、
怖いですよね、こういうのも。さあ、大きなトップを決めたのは石川、続いて黒沢、3着藤崎、4着前田という並びで終了しました。続きまして4回戦です。